毎日エネルギッシュに働く方法。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル。今日は北海道釧路湿原からお届けしています。ちょっと今日はね、あいにくの天気で雨と風がすごい強いので、室内からの釧路湿原という形になります。雰囲気はちょっとね出てるんじゃないかなと思います。今日は質問いただきました。ヤンマさん、40歳男性。私は40歳ですが疲れ果てていますが、50歳60歳になってもエネルギッシュでバリバリ働いている同僚がいます。その熱意、エネルギーのある人とそうでない人はどこが違うのでしょうか。私もエネルギッシュになりたいです。エネルギッシュになるコツはですね、睡眠運動朝散歩という形だと思いますね。何でも睡眠運動朝散歩かよ、また樺沢睡眠運動朝散歩言ってるぞみたいな風に思ったかもしれませんけども、睡眠運動朝散歩をしっかりとして生活習慣、生活のリズムを整えることによって人間のエネルギーや活力というのが生まれてきます。例えば分かりやすく言うと、朝散歩というのが非常にいいんですけども、朝散歩をすることによってセロトニンというものが活性化します。逆に言うと、セロトニンが欠乏した状態っていうのがうつ病ですね。やる気がなく、何もしたくなく、元気がなく、エネルギーがすごい低い状態です。ですからセロトニンを活性化させるっていうことが、エネルギーが高く、はつらつと気分と意欲もみなぎりながら、今日も一日頑張るぞっていうふうに朝思えるような意欲、エネルギー、そういったものとセロトニンっていうものは非常に深く関わっていますね。それが全てということではありませんけども、セロトニンを高めることによってエネルギッシュになるっていうことは一つ言えると思います。ですからおすすめの健康習慣としてやっぱ朝散歩ということですね。逆に言うと、エネルギッシュじゃない人の特徴っていうのは、朝から何かぼーっとしたりですね、午前中のパフォーマンスが悪かったり、午前中からなんかこの人ちょっとお疲れモードだな、ちょっと疲れてんじゃねえのみたいなね、昨日の疲れて全然取れてないじゃんみたいな、そういう人っていうのはエネルギー値が低いですよね。ですから午前中のやっぱりそういうパフォーマンスを高めていくということをしていくために、朝散歩というものが非常に重要です。あと睡眠と運動というものもやっぱこれ不可欠になってきますね。睡眠不足の人、例えば4時間しか寝てないとか5時間しか寝てないという人がエネルギッシュにやれますかといった場合においては、どうしても疲れも取れないし、エネルギーも補充するための睡眠でありますから、エネルギー値が低いというのが当然ですね。大抵でも6時間、できれば7時間、私の場合は8時間を目標に寝ています。樺沢さんはエネルギッシュでいいですねというふうに言われますけど、その秘訣は睡眠と運動にあると思いますね。運動というのは非常に重要ですね。疲れてるから運動ができないというふうに皆さん言いますけども、ブレインメンタル強化大全にも書きましたけど、アクティブレストっていう考え方が最近主流になってきてます。どういうことかというと、疲れた時ほど運動した方がいいということです。運動って言っても、有酸素運動や筋トレとかを結構しっかりとした運動をすると、成長ホルモンがバシッと出るわけですね。成長ホルモンっていうのは、言い換えると疲労回復ホルモンなんですね。アスリートの人とかって毎日すごいトレーニングをするけど、次の日までに回復してますよね。なんでそんなに毎日回復できるのというと、しっかりとした運動をすることによって成長ホルモンがバシッと出て、成長ホルモンが出るからこそ疲労回復するということですね。私たちの日々の仕事っていうのは、なんとなくデスクワークっていうと汗を流すような仕事じゃございませんけども、こうやって同じような姿勢でパソコンを打ったりしてると肩が凝ったりとか、部分的になんか疲れるんですけども、パソコン仕事では成長ホルモンは出ません。なので汗を流すような運動を、仕事の疲れ、漠然とした全身の手だるさとか、そういう疲れを取るためには、しっかりとね、30分以上で1時間ぐらいの汗を流すような運動というものを、毎日じゃなくても1日おきぐらいとか週に2日ぐらいでもいいので入れていただけると、成長ホルモンが出て疲労回復するということがありますね。ということで、睡眠、運動、朝散歩という私がいつも言っている生活習慣というのは、病気にならない生活習慣であり、パフォーマンスを高める生活習慣であるんですけど、疲労回復のための必要不可欠な生活習慣ですね。エネルギー補充のためにも必要不可欠な生活習慣ということが言えます。ということで、睡眠、運動、朝散歩、ぜひね、生活習慣にしてほしいなと思います。特にね、運動してるかどうかって結構重要で、バリバリエネルギッシュに働いてる経営者の方が私の友人や知人に多いですけど、そういう人は大体週に2度3度やっぱスポーツジムに通ったり、汗を流したり、きちんと運動の時間を持っているということです。ものすごく忙しいんですよ、彼らも。だから忙しい中でも運動の時間をきちんと取らなきゃならないという重要性を持って、しっかりと運動して疲労回復し、気分転換をしながら、あるいは体力をつけながらやっているので、バリバリと活動できるという形ですね。なので脳科学的にもそうですし、実際に私の周りの友人たちを見ても、睡眠をしっかりとって運動をバリバリやっているような人がエネルギッシュに働いているというふうに言えると思います。ということで、エネルギッシュに働きたかったら、睡眠、運動、朝散歩をぜひ習慣にしてほしいと思います。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル。毎日の動画を見逃したくない方は、チャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。